「千と千尋の神隠し」のアニメで湯婆婆の声優はです、ね、夏木真理なんですけども舞台でも湯婆婆役やってるのは夏木真理なんですよで。その夏木真理さんと鈴木敏夫さんの対談で,です、ね「千と千尋の時間」について実はこの作品を作ってる時これは一体何日間の話なんだろうと数えてみたんですっていうふうに鈴木敏夫が言うと。夏木真理が「そう言われると何日間なんですか?」って聞き返すと。で鈴木敏夫が 僕は宮崎さんんの描いたた絵コンテを司祭に調べたんですよ。そしたら3日間でしたたった3日の話があれほどスケールのでかい映画になっていったんですよで、えー、これをですね、えー、映画が出来上がった時に宮崎さんに「3日間の話ですよね」って言ったら「絶対に言うな」と <laughs> 宣伝でバランスなって怒られました <laughs> これもですね、ようやっと何だろうな、今年になって出てきた話でですね <laughs> 割とと、ね、宮崎駿って隠すことが多いんですな、ね、んでそんなに隠すのかっていうそれ理由は分かんないんですけどもですねでまあ話したら殺すとか絶対に言うなって言われてるの何で鈴木敏夫が話すのかっていうともうそろそろバレても怒らないだろうとかですねもうそろそろろ宮崎駿にとって 多分、公開直後は自分の心の中だけに貯めとこうという問題なんだけどもある程度経ったらまあまあまあそんな気にしないだろうというのもありあとは宮崎駿自身が言うことがコロコロ変わる人間だから10年とか20年ぐらい経ったらもうこれを絶対隠しとけばもなくなるんじゃないかというふうに思ってんじゃないかなと僕は思ってるんですねだから鈴木さんが時々話すというか、まあ、話さなないいいいととももったういいいうのもあるんでしょうね。それ以外に僕が面白いなと思うのはあの今話した不思議な秘密主義なんですよ。 ここういういとがです、ね、その宮崎さんの近くにいる人とかです、ね、もしくは本人しか知らないことをです、ね、絶対に話そうとしないとなかなか出そうとしないとで作品の中に例えばその鈴木敏夫しか知らない秘密というのも入れるしその他にもです、ね、鈴木敏夫も知らないような秘密です、ね、誰にも知られないメッセージを入れてくるんですね。実はです、ね、は、の魔女の宅急便というのは これ、いつの時代かわからないけどみたいな話になってるんですけどもこの世界のパラレルワールドもう一つの1989年「魔女の宅急便」の公開年がです、ね、1989年ですけどももう一つの1989年の話であると僕は思ってるんですね。でそれはですねどんなパラレルワールドかっていうとですね第一次大戦はあったけど第一次世界大戦が存在しなかったと。 いわゆるドイツがポーランドに侵攻せずにです、ね、ヨーロッパはそのまま第一次大戦の後、復興した世界なんですねもう一つの1989年なんですよ。それが何でわかるのかっていうとこれですねキキがです、ね、パン屋の2階にです、ね、下宿を始めた時にふっと見ると向こうの,です、ね、あの角にです、ね、部屋が見えるとでそこの部屋の中にです、ね、テレビがあるんですね。 でテレビがですね、飛行船がですね、南極に目指して出発しようとしてますというモノクロンテレビが映るんですよ。で一般家庭にテレビが普及したのはですね1960年代なんですね黒猫の時事がこの猫と出会うシーンだからついついこの猫の方に注目がいっちゃうんですけどもこのテレビニュースがですねちゃんと流れるのでわかるとこれ見せてるんですね。で1960年代の科学技術だということが分かります。でところがですね、 もう本当にオープニングの時に出てくる松戸谷由実の歌が流れながら危機が空を飛んでいる時にです、ね、真後ろからです、ね、巨大な飛行機が飛んできます、服用機ですね。服用機のです、ね、旅客機が危機を追い抜くんですね。で、服用機の旅客機が飛んでいるのは、ね、1930年代から40年代の前半までで第二次大戦が終わる頃にはすべて単用機つまり翼が1枚になっているんですよね。 だからこの服用機の旅客機が飛んでいた時代というのは割と短くてですね31年ぐらいからですね41年ぐらいまでっていう割とあの期間限定できるんですよ。でつまり何が言いたいのかというと一般家庭にテレビがある時代と で服用機の旅客機がある時代は同時期に存在しないんですね、えー、もちろん趣味の服用機は飛んでます。あの現代でも飛んでるんですけれども民間航空会社がです、ね、旅客機として飛ばすのはです、ね、テレビが存在する時代にはさっき言ったようにすべて単用機になってるんですねでこれ宮崎駿が知らないはずなんですよもうこういうことにすごくうるさい人で他人がこんな間違いをしたらうるさく言うと。うんで いや、それは描きたいだけだからって宮崎駿がそういう時代として描きたかっただろうというふうな。 ふうにも考えられるんですよで、僕も最初はですねあ、宮崎さんこうなんか自分のすごい好きなものを詰めたんだなっていうふうに考えてたんですで、ジブリの一般回答もそうなんですジブリの一般回答でもああの場所はどこにあるかわからないなんかじ宮崎さんの頭の中にだけあるようないろんな場所を混ぜた場所なんですって一般回答というのを出すんですねでも宮崎駿の中でおそらく回答があると僕今回考えるようになってまあその理由これから説明するんですけども戦争っていうような技術を爆発的にあの進化させ 例えば第二次大戦前って飛行機は物好きな冒険家の乗り物だったんですねライト兄弟が飛行機発明した後にですね散々いろんなところに売り込もうとして特にアメリカ陸軍に売り込もうとしてもですね売れなかったんですよ。 こんなもん別に何の役にも立たないというふうに言われたんです。だからもし第二次世界大戦がなかったらこの世界はどうなってたのかっていうと、おそらくコンピューターとかミサイルはまだ実験段階なんですよ。で、1989年になってもテレビはまだモノクロだったんですよね。あの戦争のおかげで飛行機はですね、第一次大戦に進化して。 服用機のです、ね、旅客機を飛ばすぐらいになったんですけれどももし第二次大戦がなかったらテレビもです、ねえー、あと飛行機もそのままあまり進歩せずトンボや友達がやっているです、ね、飛行クラブみたいな発明家たちが単陽機を実験的に飛ばしているだけでまだ飛行船が空を飛んでいる飛行船が南極探検に出かけますそういうような時代だっただろうと。つまり この2つの,です、ね、あのテクノロジーが共存しているというのはです、ね、第二次大戦がなかった世界の年なんですよね。で僕がです、ね、この宮崎駿をです、ね、秘密主義だなでロマンチストだなと思うのはこの飛行機なん,ですよなんでこれを選んだのかこれ好きで趣味で選んだのではなくてメッセージがあるんですね。この飛行機って イギリスのハンドレページ社というのがですね、1930年に初飛行を成功させたハンドレページのですね HP42 という機体です、えー。1930年代にですね、ロンドンとパリを結ぶ定期便ですね、定期路線に採用された飛行機なんですよ。で、この旅立ちの夜にわざわざこのハンドレページをですね登場させたことが第二次世界大戦がなかった世界のですね証明になっているんですよね。 このハンドルページですね。HP42 でこの機体はですね、民間機で唯一、えー、死亡者を出してない機体なんですよ。これね、いまだにこの記録破られてないんですよね。あの民間にですね、あの使用されているいわゆる旅客機のですね、はですね、まあ大体事故を起こして死亡事故があるんですけどもですね、唯一 運用されててですね、民間でやってる時にですね、死亡者は出さなかったんですよ。しかし第二次大戦が不幸にも始まってしまってですね、このハンドレページはですね、前期イギリス空軍にまあ徴収されました。つまり徴用されて戦争に使われたんですね。で結局事故で前期失われてしまったんですよ。でももし第二次世界大戦がなかったらどうなったのかっていうと。 あの民間機で唯一死亡事故を起こしてない優秀な機体なので,です、ね、そのまま量産されてずっと、ね、1931年から運用が始まったようにロンドンパリ間の定期便としてドーバー海峡を越える機体として飛んでいただろうということですねつまりモノクロテレビが普及されるような時代まで爆発的な戦争による圧力がないので,です、ね、このハンドレページはです、ね、ずっとあのパリロンドン間に使われたはずなんですよ。テレビと アンドレペイジがです、ね、共存する世界っていうのは第二次大戦という電子技術と飛行機の進歩がなければなかったからまあ可能になるんですよね。で 鈴木敏夫ででもわかんないですよ宮崎駿と一番近しい存在で何者か,かも知ってるような感じなんですけどもですねミリタリーの知識とか飛行機の知識がないとわかんないんですねで鈴木敏夫でもわかんないもちろん宮崎駿しかわかんない多分宮崎駿これはわかんないだろうと思って出してると思うんですよ心の中の秘密設定ですねで自分の大好きなイギリスの飛行機をですね出すことによってほらこれがロンドンとパリの間を飛んでるからこそ キキの後ろを追い抜いてい抜てくんだと。つまりイギリスからフランスへです、ね、その彼女が飛んでいくドーバー海峡というすごい狭い海峡だから危機の飛行能力でも飛べるわけですね。夜間飛行ってすごく難しいんですけどもなんで危機がパリの上空まで行けたのかっていうとこれの後ろをつ、ね、いていくように飛んだからだっていうふうに考えるわけですね。 服用機の旅客機ですね。本当は戦争がなかったらこいつがずっと飛んでいたようないい時代、いい世界が続いてたんだよっていうですね。これをで説明するというのはね、宮崎駿、めちゃくちゃね、ロマンチックなじいさんだと思います。